し。それでオープニング。皆さんこんばんは。お休みの中おいでいただきましてありがとうございます。第13回のイケてるみんなの iPad 活用術ユーストリーム TV でですね、やりたいと思います。じゃん、石川と言います。よろしくお願いします。今日は、今週は大きなネタは iPhone5、それから iOS6 ありました。その2つの大きな、トピックスがありましたので、ガンガンそこを特集していきたいと思います。なので通常メニューのビギナーとか今週のニュースとか、マニアックだとかそういうのはなしで、いきたいと思います。で、時々皆さんのコメントですね、ソーシャルストリーム、ユーストリームの横にあったりアプリにあったりします。そちらをコメントを見ながら、皆さんと対話をしながらやっていきたいと思います。ちょっと今確認用の iPad を用意しますんで、ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。ユーストリーム、今 iPad 活用研究会の林さんが告知していただいたんですかね、Facebook とかで。なので続々と直前告知であれですけど、バシバシと集まっていただいてます。MC とつながっている感じが最高です。丹下さんこんばんは。藤原さん、よろしくお願いします。林さん九州から帰ってきました。そうですね、先週は九州に林さんと、iPad 関係の、仲間と、コミュニケーションするために行ってきました。ダーエンさんこんばんは。イエイ、よろしくお願いします。ウィズマック21さん、よろしくお願いします。はい、現在27人の方同時にアクセスいただいています。それではまずはやっていきますね。今画面は早速ですけど、いつもは iPad の画面を出すんですけど、ちょっと待ってくださいね。ちょっとこっちの古い iPhone がアラームが鳴っていまして、龍がうるさいんでちょっと止めます。よいしょ。はい、失礼しました。ブログですね、 ipadjp.com の方に、今日のアジェンダを、追加しました。ちょっと画面ではね、 Mac の画面も見ていただいたりしながらやっております。今日の記事に、追記更新をしまして、それもちょっと眺めながらいきたいと思います。今ね、Ustream の画面では小さいと思いますので、パソコンとか、iPad で同時は見れないんですけどね、まあ後で見ていただくこともできますので、合わせて確認してください。じゃあ、いきます。最初に、iPhone5 を使いながら、まあその中に iOS6 の話が、必然的に出てきますので、iPad と共通なこともありますけど、合わせて話していきたいと思います。まずは、まあ、メディアで iPhone5 の書かれようは、例のソフトバンクと au の戦いの話と、LTE は早いのかとかそういうのと、地図が悪いんじゃないかってすごい書かれようで、まあ、まあ、その悪さを語ってもしょうがないので、今画面に見えますかね。4つアプリあって、左から2番目のが、これが、標準マップですね。で、これはちょっとまだデータの精度が悪い、特に日本は悪いんじゃないかということで今言われています。で、いくつかの無料アプリだとか、あとサファリで Google マップを出してブックマークをホーム画面とかに保存すれば、
いいんじゃないかということが情報として出てるかなと思います。でこの左側の地図マピオンっていうのが割と、いくつか見てる中でまあまあいいかなと思います。この地図は、どこマピオンとの地図データで、提供元は前輪さんということで、多分 Google マップも同じなんですかね、大元は。これは霞が関あたりの今地図を出していますけど、地下鉄の出口だとかそういったことも、まあ、見やすく、見ることができて、こういうのいいですよね。こういうアプリ、無料のアプリとかを併用するといいかなと思います。あとストリートビューも全くダメなのかしらというところなんですけど、こういうストリートビューアプリみたいのもあって、ストリートビューっていうのをやるとちょっと見え方がこれまでのと違うんですけど、下の方に、一応ストリートビュー出てますよね。全画面になったりはしないんで、あ、全画面になるなる、これ大きくなって横に倒すと、横に倒れますかね、よいしょ、倒れてください。今ちょっと画面のアプリの関係で横になりませんが、ストリートビュー一応見えます。はい、横になっちゃっててすいませんね。まあ、こういうアプリも Google のストリートビューのサービスにアクセスするアプリも、少なからずありますので、最低限はね、標準アプリではなくなったけど見ることができるよっていうことですよね。はい、そういうのを併用していって、アップル、Google が、どうももう審査アップストアに審査、申請済みらしいという噂も出てますけど、標準でね、標準じゃないんですけど、アップストアで Google から、提供されるのをね待ちたいと思います。皆さんコメント、参加者さん同士でも呼びかけ合いがこんばんはってありますね。ちょっとところどころ見て読みながらいきます。丹下さん、藤原さん大変だったんですね、この時間は楽しみましょう、よろしくお願いします。新井さんだ、こんばんは、よろしくお願いします。林教授お疲れ様でした。ゴンパッパさん、こんばんは、初めてオンタイムで見ています、ありがとうございます。ダンエさん、こんばんは、ただいま運転しながらアクセス中で、藤原さん、それだけは気をつけてくださいね。音声だけとか、本当、運転気をつけてくださいね。はい。あ、小杉さん、こんばんは。今日は音楽のガレージバンドクラブありましたね。お疲れ様です。はい。まずは、地図はそんなとこです。で、そうですね。バージョンアップして、率直な感想で挙げられてた方もいますけど、 iOS 5と6であんまり変わらないね、逆に地図が悪くなったのが目立つねっていう意見が結構多かったんですが、細かなところで、いろいろ使い勝手良くなってますね。例えば、設定画面開いて、画面出ましたかね、真ん中のあたりに通知っていうのがあるんですけど、これは前からありますと、いろんな通知センター、上からピロンピロンで出るやつですよね。あとは音が鳴ったりする通知なんですが、前は、これを一個一個ね、止めたり、動かしたりしなきゃいけないみたいな感じだったんですけど、今回はこの上だったり、設定画面のど真ん中あたりに、お休みモードっていうのができたんですよね。ちょっと待ってくださいね。BGM を鳴らさせてください。よいしょ。で、これお休みモードをオンにすると、電話も鳴らないのかな？鳴らなかったり、電話が2回連続して鳴ったら、これは緊急だっていうことで、その時だけお知らせするとか、なってます。あ、でも私今これね、大丈夫かなと思ってるんですけど、例えば今お休みモードオンにしてるのに、上から LINE で小杉さんが、お疲れ様でしたとかスタンプ送りましたとかバンバン出てますよね。だから聞いてないじゃんっていう気がするんですよね。だから完全じゃないような気がするんですけど、さっきテストではちょっと止まったかなと思ったんですが、今バンバン出てますよね。だから電話のオフが強いのかもしれないですね。これをオンにすると上側に月マークが出て、止まってるような感じにはなるんですけど、
今もね、林さんが画像を送信しましたとか、バシバシメッセージ出てきてるので、どうなんだろうって感じですね。まあ一応そんな機能もつきましたというところです。はい。メッセージ来てます、いっぱい。で、次ですけど、Siri は、認識が賢くなったのと、あとは種類が増えましたよねってところですよね。例えば、ちょっと音、Siri さんが喋るの、これハウリングしないかな。大丈夫ですよね。ちょっとテストしたような、しなかったような、あれです。はい。おすすめの映画を教えて。映画を検索しています。それを話すと話が長くなると思います。でも、評価の高い映画のリストならありますよ。という感じで、ランキングが上位なんですかね。で、これ洋画ばっかりじゃんとか思っていたんですけど、そして世界は全てをなんとかっていう、邦画も入っているので、一応日本も意識したランキングに なってますね。で、これなんか予告編見れたりするんですかね。下で購入またはレンタルとか書いてありますけどね。なんか何を基準としてるのかわかんないですけど、おすすめ映画を出してきてくれます。あと野球の試合聞いてもですね、メジャーリーグが出てきたりするところはちょっと日本対応じゃないなっていう感じですよね。はい。で、変わったところでは、ツイッターだったり、フェイスブックに投稿できるっていう感じですね。ちょっとやってみます。フェイスブックに投稿。わかりました。内容はどうしますか？今、Ustream で放送をしているところです。近況を変更しました。今、アット。投稿してもよろしいですか？修正します。内容をどのように変更しますか？今、ユーストリームで放送しているところです。丸。どうしてもなんかアットって投稿してもよろしいですか？はい、送信。いくかな？投稿しました。投稿しました。はい。はい、ところですってね、これ、直しても、手で直してもよかったんですけど、とりあえず送れました。ちゃんと Facebook に入ってますかね？ちょっと Facebook 見てみます。あ、一応大丈夫ですね。はい。アットがタグ付けになったらかっこよかったんですけどね、そこまではならないですね、ユーストリームに。まあ一応投稿できてますと。こんなことができるようになりました。はい。ちょっと皆さんのコメントに行ってみたいと思います。はい。九州お疲れ様でしたですよね。堀川美代子さん、こんばんは。小杉さん、ただいま六本木のバーカルです。もう素早いですね。先ほど、人形町だったんですけど。あったさん、お休みモード、夜中に起こされずに済みそうですね。そうですね。時間帯を指定して、何時から何時までお休みモードにするっていう設定もできますね。あ、稲岡さん、こんばんは。すげえすげえ。Siri すごい。はい。Siri は明日の夜、ふふふ。あ、iPhone5 を今まで4から、変えられるんですね。はい。地図アプリみたいに変な映画おすすめされそうで、はい。あっとついちゃうね。そうですね。Siri にされました。Facebook に見られました。ありがとうございます。チェックいただいて。はい。いいねも押していただいて。阿部さん、ありがとうございます。そんな Siri さんです。で、後でやりますけど、iPad でもね、初めて Siri がつきました。ただ、iPhone では 4S と 5。iPad は新しい iPad で iPad 2は動かないんですよね。そこが残念なところで、Apple さんのいつもの作戦で、ちょっと古いものには最新の機能つけないみたいなね、そんなところがあります。やむなしというところです。はい。じゃあ次行きます。今日はもう時間の
ある限りバンバン行きます。今度はカメラで iPhone5 の、これは iPad にはないですね。カメラを出します。うまく出ますかね。はい。こんな感じで今ありますけど、カメラのこのオプションっていうところを上の付けているところをタップして、そうするとパノラマっていうのがありますね。このパノラマをタップすると、まあ、パノラマ写真が撮れるわけですよね。例えばこの家の端から、動かしていきます。こう240度の風景まで撮れますの で、 でこう真ん中に字が書いてありまして、パノラマ撮影の時は iPhone を連続的に動かしてくださいと。でシャッターをピコッと押します。そうしたら矢印の通りにトト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 、もっとゆっくりだったらゆっくりしてねっていうわけですね。ゴト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 、今もっとゆっくりと。でこれやめたくなったら完了って押してもいいんですよね。もう一応240度までいっぱいまで下へ動かす、ちょっと下に向けてください。で、撮りましたと。そうすると今の写真が見えるわけですよね。出ますかね。ちゃんと出るかな。あ、ユーストリーム流れてます。はい。こんな感じで横長のパノラマ写真が、こんな手がブルブル震えている中でも、うまく撮ることができましたというところですね。はい。ちょっと一旦私の顔にさせてください。写真をすると全画面になっちゃうんですよね。ユーストリームの画面がいつもドキドキするんですけど。ちゃんと戻ってくれるかしら。なんか真っ黒になってますよね。途切れました。あ、今放送途切れてます。見れてます。ちょっと待ってくださいね。配信は今されてる感じしますね。よいしょ。画面が黒いですよね。ちょっと上げ直します。そうか、今映ってます。あ、よかったです。エアプレイがちょっと調子悪いのでちょっと待ってください。そんなパノラマ写真です。 iPad にはね、なぜかないんですよね。よいしょ、出るかな。あ、出ました。はい。なかなかですよね。なかなかですよねっていうのもおかしいけど今までにないような。 Android にも似たやつがあったかな。うん、精度もなかなかいいかなと思います。はい。あれ、私の顔どっか行っちゃいましたね。今度はこっちですか。はい、出ました。はい。パノラマも動いていなかったです。あ、そこが途絶えましたか。パノラマの画面がね、途絶えましたか。ね、やっぱりそこのところがね、放送ではちょっと難しいんですね。ちょっとまた考えたいと思います。うん、よいしょ。まあパノラマ写真撮れますということです。またここで皆さんのコメント。はい。明日東京マラソンの自転車場に出場です。すごいですね小杉さん。25日火曜日は六本木でコスチル iPad ライブです。告知してますね。後ろのバイクが気になる。はい。運動用に、バイクがあります。手元に iPhone5 があるのに、使えてねえよ。ゴンパパさん、どんどん使いましょう。はい。さあ、次行きましょう。次はですね、サファリ。サファリもね、見た目はあんまり変わらないじゃないかっていう感じなんですけど、まあ、とにかく早いですよね。スピードがすごい速い。今もなんか1ページ出ましたけど、小杉さんなんか LINE で残念って言ってますけど、ちょっと追いかけることができなくてすみません。で、これサファリは出てますかね。はい。この中で、ブックマークを見ると、見慣れない、iCloud タブっていうのがあります。これをタップすると、他のiPhone と iPad 持ってる人だったら、他の iOS デバイスのもので、サファリを開いているところのリンクがあります。
で、私今4つほど出てますかね。 iPad 通常、iPad 2号機ですね。で、石川の MacBook Air 上、 iPad 1号機上、iPhone 4S 上ということで、例えば Mac でページを見ていて、じゃあ出先に行った時に続けてみるっていうことがここでできると。これも自動でどん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 更新されてますので、さっきもちょっとやってましたけど、割とリアルタイムに更新してくれています。そんな iCloud タブっていうのは、 iCloud を機能使った、リンクが出ましたね。はい、それが iCloud タブです。それから今 Google を画面に出しました。で、こうニュースを出すと、もうこの通り非常にもうスピーディーなんですよね。といった途端に遅いですね。このページ遅いですね。朝日新聞デジタル。毎日新聞。大丈夫かしら。なかなか出ないページばっかりですね。どうしたことかしら。放送にトラブルはつきものです。これなんか、うちの無線がおかしいのかしら。出ないですね。はい。で、これ、Google のさっきのページが出たときに、横にすると、横になりましたかね。横にして、全画面表示ってやると、メニューも隠れて、広い画面でこう見ることができると、言ったところです。で、縦の場合はですね、このメニューを消すっていうところがどうもないようで、これもね、メニュー消せればいいのになぁと思いました。で、これを消せないのであれば、他のアプリに、iCab Mobile っていう昔から有名なブラウザがあるんですけど、そこと連携して、これ別アプリに今、ブックマークレットから呼び出しました。そうすると、このアプリは全画面表示があるので、ごめんなさい。全画面表示ってやると、もうメニューも全部消えて、非常に広く、ニュースを縦でも見ることができます。よいしょ、こんな感じですね。とてもスピーディーに見れていいなと思います。とにかくブラウザは速くなりました。というところがポイントですよね。はい。サファリはそんなところですかね。はい。さあ、ここでまた皆さんのコメントに全く追いついてないので、コメントに戻りたいと思います。よいしょ、ちょっと Mac の方で見ましょうか。告知 NG です、林さん。はい、あ、今46人の方アクセスいただいて、トータルで96人の方、アクセスいただいてます。ありがとうございます。あ、中村さんこんばんは。佐賀ではお世話になりました。こちらこそありがとうございます。ミーナがアクセス不可、残念。あ、移動中ですかね。タブ、これ待ってました。丹下さん、藤原さん、ガソリンスタンドな、お疲れ様です。稲岡さん、早い早いんですよね、とにかくね。ミーナさん、やっとここまでたどり着きました。移動中ですね。ようこそ。スティルローディング、皆様こんばんは。あ、こんばんは。あ、今アクセスしていただいたと、ありがとうございます。はい。今日はですね、今、あ、もう25分ぐらい経っちゃいましたね。いつもは iPad の話が多いんですけど、iPhone5 も出たので、共通事項もありますけど、まずは iPhone5 のこととか、iOS6 のこととか、どんどん話しています。じゃあ次行きます。通知センターから Facebook とか Twitter にすぐ行けるってやつですよね。この上からこう、ビビビビって引っ張りますよね。そうすると、この左上が町田市の天気とか書いてありますけど、この左側にツイートってやると、ツイッターに、ハローと、ツイートがすぐ送れる。ピッポンって言いましたね、今。で、こっちのタップで、Facebook に、こんばんは。私ね、フリック遅いんですよ。嫌になっちゃいますよね。音声入力の方が、全然いいですよね。ここに音声入力やった方がいいですね。Ustream を、やっているところです。全然こっちの方が早いですよね。投稿ってやると
Facebook に入っちゃいます。とっても手軽な通知センターからすぐ Twitter や Facebook ってやつですよね。すごいですね。そんなです。ゴンパパさん、すごくわかりやすく解説いただき感謝です。ありがとうございます。そう言っていただけると元気が出ます。 iPhone 5を横にするとキーボードがわかりますね。え、そうなんでしたっけ。キーボードが分かれますね。へえ。そう、あの iPad は分かれますけどね。ちょっとやってみましょうか。次ね、あのキーボードのことを言おうと思っていたので、メモさん、メモよいしょ。これをメモを横にしてキーボードを出して、あ、もうすでに分かれてますね。こっちがフリック、面白いですね。で、普通のキーボードも出て、英語キーボード。さすがに iPad みたいにこう分かれないですね。割れないけど、フリックと こっちが左側に候補っていう iPad チックなやつになるんですね。知らなかったです。ゴンパパさん、ありがとうございます。で、今あのメモ出しましたけど、例えばここでフリック私遅いんで音声入力でちょっと入れます。アップルコンピューター、そうすると入りますよね。それで、ここでですね、全選択して、これまではカットコピーペーストっていうやつがあったんですけど、この右側の矢印のところを押すと、ユーザー辞書っていうのがあります。ここでピコってやるとアップルコンピューターって毎回打たなくてもアッという読みでユーザー辞書の登録っていうことが簡単にできます。今1個入れましたので、あって入れると候補出てきますね。はい、こんな感じで、設定メニューの、キーボードの下の方のユーザー辞書から登録しなくても、例えば住所入力とか、これ何回も使うからよく呼び出せるように範囲選択して辞書登録しておこうっていう時によく使うものをその場ですぐ登録できちゃうというのが iOS 6になって変わりましたね。はい、これ便利って感じですよね。はい、ダンエさん、ミーナさん、お疲れ様です。合流できてよかった。ミーナさん、林さん、石川さん、改めましてこんばんは。まだ移動中ですと。めっちゃ聞きたい iOS 6 途切れ途切れなんですかね。あ、菅原さんこんばんは。これは便利ですね、稲子さん。はい、便利でございます。ユーザー辞書登録が非常に楽になりました。あとですね、びっくりするのが、ユーザー辞書今 iPhone に登録しましたと。そうすると、こっちの辞書に登録したものがもうされてるかな。 iPad で見てみましょう。キーボードのユーザー辞書、あ、まだ登録、あ、今来ましたね。ちょっと画面切り替えましょうか。今見た途端に来ました。よいしょ。今 iPad に画面切り替えました。そうすると辞書のところにアでアップルコンピューターがもう入っちゃってますよね。辞書の同期が、iOS デバイス間でなされるようになりました。これどうなんですかね、 Mac もされてるのかな、同期どうなんですかね。ちょっとやってみましょうか。ああ、私 ATOC 使ってるからかな。Mac まではいかないですね。iPhone、iPad の世界での辞書同期ですね。はい、まあ、結構便利ですよね。はい、そんなでございます。今日はもう iPhone、iPad 特集なので、もうこの調子でこれいいですねっていう話ばっかりでどんどん進んでおります。もうちょっとで iPhone 終わりまして iPad の方に行きたいと思います。
皆さんのコメントは。中島さん、琴恵里には同期されますね。すごいですね。琴恵里には Mac の方にも入るんですね。嘘、そんなに早くね。何でも通信しちゃってるから、もう知らぬ間にどんどん裏で通信してるんで、結構パケットがいっぱい食っちゃうっていう問題はですね、意外といっちゃうんじゃないかなって心配になっちゃいますよね。はい、そんなです。それであと2つかな、項目は。あとはですね、はい、今ホーム画面 iPhone 出てますけど、iPhone5 のこの長い画面に対応してないこれまでのアプリ、例えばこの東京メトロとか、そうかな。そうすると、上と下がちょっと黒帯みたいな形になって、これまでの iPhone の大きさになります。で、そうじゃない iPhone5 に対応したアプリだと縦長のところに、移るというものですね。で、その iPhone5 に対応したアプリは、この App Store に行って、一番左側のおすすめ。そうすると、少し行って真ん中のあたりに iPhone5 対応済みのアプリっていうことで、ここに代表的なアプリがこうずらずらずらーと出てます。これは画面いっぱい使えますよっていうアプリですよね。これが順次更新されるのかな、更新してほしいですよね。このブログエディターのスルプロさん、スルプさんがスルプロ 4iPhone 今日対応するよってブログに書いていらっしゃいましたけど、したらね、ここにどんどん更新してほしいですよね、こういうところに。まあ、今は最初は海外系が多くは海外系で、代表的なものがされてるのがもう出てきてますね。で、その中でも私はホームバーに1個入れておきましたが、フィリップボードっていうのも iPhone5 対応終わっていまして、まあこの指での操作ってやつですよね。私の顔が今どっか行っちゃいましたね。よいしょ。それはいいか。ちょっと待ちください。声は入ってますかね。あ、入ってますね。はい。あ、カメラが、どうも。あ、ここで大丈夫なんですね。はい、失礼しました。こんな感じで、iPad 活用研究会さんのページ。まあ、快適にこう、見えますよね。なかなか素敵な iPhone5 っていう感じですね。あとは au がいいのかソフトバンクがいいのかっていうのは、本当使われる方の電波が入りやすそうなところ、まあ2つもね LTE が今回初めてなので分かりづらいんですが、そこはねあんまり大きな差はなかったりするかなと思いますんで、まあ、パケット定額っていうのはちょっとでかいかなと思うんですけどね。まあ、au さんもちょっとユニークなところあるし、どちらもあんまり差がないかなと思っています。まあ、いろいろね、ウェブとかで情報ありますので見ていただいて、特にね、4の方とか 3GS の方とかはね、変えると大きな変化っていうことになるんじゃないですかね。はい、そんな iPhone5 の紹介でございました。ここからは残りの時間、iPad の iOS6 の方に行きたいと思います。その前にと皆さんのコメントをちょっとチェックして、ことえりだと同期します。はい、ありがとうございます。そこで容量制限が、そうですよね。覚え方としては、ソフトバンクのプランで、し放題っていうのと定額っていうのがあって、今回 iPhone5 だけにあるのは、定額っていうやつですよね。それだと7ギガの制限がないです。ただ、来年から始まるテザリングっていうのをやると7ギガの制限が入るというのが、ちょっとネックですよね。はい、ゴンパパさん、この辞書機能は確かに便利ですね。そうなんですよ。昔から欲しいなと思ってたのが、今まではアドレス帳に辞書のように使っていたんですけど、今度は普通に標準辞書でいいですよね。なるほど、開発者泣かせですね。7ギガ、なるほど、そうですよね。はい、それでは iPhone5 はそんなところにして、その他いろいろありますけど、あと iPad と共通なところもありますので、引き続きちょっと画面を iPad に変えて、
見慣れた iPad 画面で、を行きながらやりたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。いろいろ画面の準備をします。なんとなくだんだんと家庭内無線が調子が悪くなってきてるような気がして、ドキドキしますが、あ、今49人の方アクセスいただいてありがとうございます。画面出てますかね。はい、よいしょ。はい、 iPad、 あ、これはすいません、よいしょ。もう iPad じゃなかったです。落ちないでよ。画面が出ましたかね。ちょっと壁紙を変えました、なんとなくユーストリームっぽい壁紙にしました、はい。じゃあここからは、iPad の iOS6 で新しくなったところをやりたいと思います。今まで iCloud のフォトストリームっていうのがあって、写真を撮ったらフォトストリームっていうところにコピーされて、まあ、バックアップ的に使えますよっていうのがありましたけど、今回から共有のフォトストリームっていうのができましたと。で、今画面に林さんっていう、林さんと共有しているフォトストリームがあります。で、ここでちょっと写真をですね、最大化するとまた止まったりしちゃうんで、最大化はやめておきますけど、写真を誰かに公開してそこにコメントも入れることができるんですよね。で、そこにチャットのように1個の写真で、この右側にちょっと小さく吹き出しマークがあるの分かりますかね。これコメントがついてるよってことですよね。そんなことができる共有フォトストリームっていうのが出ました。で、その共有フォトストリーム箱に新しい写真を登録すると、相手側には通知が出るような感じで、とっても便利で、今日ちょっと林さんとテストしてたんですけど、とっても便利でいい感じの機能です。で、相手に知らせるにはメールアドレスでお知らせするっていう感じですね。 Gmail とかそういうので、で、相手が、そこをアクセスしたら見えるよっていう形です。はい、それが共有のフォトストリームっていう新しい機能で、これはまあ iPhone、iPad 共通だと思いますね。はい、写真にコメント入れられるっていうのもね、いいですよね。はい、テザリングを諦めて制限なしにしてほしいですよね。あ、須藤さんこんばんは。目に戻りました。移動中から見てましたが、コメントの入れ方が分かりませんでした。そうですよね、モバイル系どうもユーストリームってなんか弱いですよね。林さん、その写真は、はい、ギリギリのもう一個のは消しておきました。はい、テザリングを諦めて制限なしを選択しました。あ、なるほどね。はい、またね、テザリングはソフトバンクのテザリングは来年からですからね、それまでゆっくり考えればいいかもしれないですよね。はい、それから次いきます。 App Store の画面が一新されて、特に最初はなんか繋がんないで調子悪かったですけど、まあ、使いやすいかどうかはちょっと微妙ですよね。そこはあれだとして、この一番右側のアップデートですね、ここはアプリが更新していたら更新しているアプリがここに出てくるわけで、今ちょっとゼロになっちゃいました。で、ここで何が良くなったかっていうと、毎回アップデートするためにパスワード入れてたんですよね。で、それが iOS 6からはパスワードなしでボタンをピコって押すだけで、アップデートがされるというですね、 Mac 版の Mac App Store と同じような仕様になりました。それはとてもいいことかなと思います。なので、アップストアでパスワードを打たなきゃいけないのは、新しいアプリを入れるときですね。そのときだけっていうことになりました。とても楽ちんです。はい、それから、iPhoto ってあるのご存知ですかね。Apple の、アプリの、450円アプリの一つですね。写真を編集したり、共有したりできる面白いアプリなんですけど、これまでちょっと速度が遅かったんですよね。ちょっと立ち上げます。そうすると、あ、今
真っ暗になっちゃってますね。いい画面が出ないですね。これ表示したいですね。これここに表示するイメージを選択するか、テレビでミラーリングをオンにします。なんだこれは。テレビでミラーリング。お、出たかな。出ましたかね。はい。で、こんな感じで、今までは写真の読み込み中みたいな画面がしょっちゅう出てたんですけど、それが出なくなりましたよね。とても速度がまず速くなりましたっていうところです。それで今写真をフォルダを出すようにしまして、例えば、まあ、地図みたいなメモ書きばっかりありますけど、この2枚、この3枚の今4枚写真を選びました。はい。でこの4枚でストーリーがあるムービーを作りたいっていう時に、この吹き出しのマークから iMovie のアイコンがあるんですね。見れますか。はい。この iMovie をタッチして、選択中の4枚のところをタッチすると iMovie に送信っていうのが出まして、iPhoto から読み込み中っていう画面になって、さっき選択した4枚の写真がここに読み込まれますと言いたいところなんですけど、何の不具合かわからないですけど、読み込まれないか、非常になんか時間がかかってます。テストではうまくいってたんですが、本当はここに読み込まれてムービーがすぐできますと言いたかったところなんですが、うまく読み込まれなかったですね。はい。寂しいです。メモリが足りないですかね。もう一回やってみましょうか。ムービーで。ムービーに送信。送信されるのかしら。新規プロジェクトを作成。じゃん。はい、フォトから読み込み中。じゃん。あ、来ましたね。今度はうまくいきました。で、4枚の写真が読み込まれて、すぐに再生すると、もう早速ムービーになっているので、あとは1ギメとか拡大して見せていくっていう、鍵盤なんとかってやつですね。そういうエフェクトをかけたりして、編集終わりみたいな感じで、とても手軽です。はい。それが iPhoto と iMovie 連携っていうことで、今回 iOS に合わせて Apple のアプリケーションがもう一新されましたので、新しくついた機能の一つでございます。はい。じゃあここで皆さんのコメント、今ちょうど50人になりましたので、コメントを見させてもらいます。はい。共有フォトストリーム、いいですよね。ドキドキの写真ですね。はい。須藤さん、iPhone5 予約しましたか？パスワードなしは楽ちんでいいですね。そうですよね。アプリアップデートするだけで、そんなにセキュリティがどうのこうのじゃないですもんね。ある意味怖いかもしれませんね。その機能ポチッとしそう。そうですかね。確かに、これは、ジューレさんですかね。確かにストアのアップデートは便利になりましたね。はい。麻酔から覚めても解雇。林さん、さっきの昼間はうまくいったのにね。はい。2回目でうまくいきました。なんとか。今日も歯医者でしたが、まあ、普通になんか日常会話してますね、小杉さんね。これはすごい便利。はい。iPhone、iPad いいですね。iPhoto いいですね。はい。iPhoto がだいぶなんか速度も速くなったし、使い物になったかなっていう気がしています。はい。じゃあ次いきます。ちょっとアプリをたくさん立ち上がってるみたいなんで落とします。あとは、Google さん、新しい iPad も、まあ、iPad 2もそうだと思うんですけど、 OS の機能がアップしたので、とてもこの画面の表示が素早くなりましたよね。スムーズになって
文字の出るスピードっていうんですかね、それがとても速くなったなって思います。これ体感的にわかるので相当速くなったってことなんだろうなというふうに思います。これだけでもストレスないですし、まあ、またパケット話ですけど、いっぱいパケットを使ってしまいそうな勢いになるのかなっていう気がします。そのスピードアップですね、それは良かったなと思います。はい、何十パーセントぐらいですかね、数十パーセントアップしたような体感速度です。はい、そうですね。あ、黒津さんですね、 iMovie の機能拡張がすごいですね。そうですね、 iMovie は予告編が3つ追加になりましたし、予告編に写真を入れれるようになったりとか、いろんな10個ぐらいですかね、バージョンアップありました。とてもいいと思います。はい、今はサファリの話ちょっとしました。で、先ほどのあのこの雲マーク、 iCloud タブ、 iPhone でも説明しましたけど、他の iOS デバイスまたは Mac のブックマークがリアルで見えるっていうのはこちらも一緒ですよね。はい、じゃあちょっと次はマニアックというか、なんというか話題のアプリがなくなってしまった YouTube ですよね。はい、YouTube いくつかあの iPhone アプリを使うとかそういう方法もありますけど、このブラウザの YouTube 今立ち上げました。そうするとパソコンと同じような見栄えで、こう見ることができますと。で、ここで再生もねできるんですけど、いろいろ機能アップがあって、例えば今字幕付きっていうことで検索します。で、ムービーの中に埋め込まれてる字幕ムービーもありますけど、 YouTube のサービス自体で字幕データを読み込むっていうのがありまして、私も一回ちょっとチャレンジして富山弁に字幕をつけたり、富山弁の Apple CM をですね、それに字幕をつけてみたりしたんですけど、その機能がこれまでパソコンか Android とかだったら見えてたんですけど、今回やっと iPad でも見えるようになりました。あれ、奥野さん今 LINE から来ました。あら、今日はトラブルですか。いや、トラブルないですよね、大丈夫ですって言っときたいですけどね。はい、奥野さんぜひ来てください。で、今画面出てますよね、ちょっと縦にしましょうか。縦で見えますかね。はい、それで1個このRise Again Japan 日本語字幕付きっていうのが私が今説明しようとしたもので、で、ここで注意したいのが、YouTube に出てこの再生マークで出た時に真ん中でぐる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 三角形の上で回ってるんですよね。で、これなんか遅いなとか思いたいところですけど、気にせずにこの三角を一回押せばいいみたいですね。そうするとすぐ再生が始まります。で、この中でこの今ビデオ始まりましたけど、この下のなんていうんですかね、このプロパティみたいな、ところをタップすると、ここにどの日本語の字幕があれば日本語ですし、これは英語の字幕しかないものですけど、字幕が出てきて、ムービーに合わせて今英語でペラペラと多分喋ってるんですね、音を切ってますけど、その音の合わせて字幕がどん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 動いていきます。これは YouTube の字幕機能ですけど、これまでの標準アプリはもちろん見れないし、ブラウザでも見れなかったかなと思うんですね。それが、見れるようになりました。これはいいですね。そんな iOS 6くんです。はい、YouTube で、ね、いろんな今までできなかったとか画面が変わってるところあるんで、ぜひブラウザの YouTube でいろいろやってみてください。アプリの iPhone アプリの YouTube もいいですけどね。はい、ちょっと皆さんのコメントを見ます。 iPad の6へのアップデートの下準備はありますか。いや、ないといえばないですかね。iCloud にバックアップが取ってあれば、あと簡単に復元できます。設定の中から、アップデートっていうのがありまして、ライアンさんね、それでやれば一番いいです。
で iTunes の方がね、なんか手順が複雑になったり、私も2台あるうちの1個がしくじってしまいまして、写真を全部吹っ飛ばしてしまいましたが、まあ一応バックアップがあるんでアプリとか設定は大丈夫でしたね。はい、うん、割とその iPad だけ本体でのアップデート、今ちょっと画面出しましょうか。この設定の一般の中のこのソフトウェアアップデートっていうものですね、ここからアップデートをやってあげる。そうすると30分ぐらいで、Wi-Fi があるところであれば終わるんじゃないかなと思います。今はもう終わってるので 6.0 最新ですって言って終わってるんですけど、はい、ぜひおすすめいたします。はい、FB1599 さん、こんばんは。初めて参加させていただきます。はい、こんばんは。みっちゃんです。みっちゃんでしたかみっちゃんいらっしゃいました。はい、お疲れ様です。それでは字幕付き YouTube 再生、はいはい、次行きましょう。あ、もうこんな時間ですね。今日はどうしましょうかね。ギリギリまでやりますね。多少延長するかもしれません。 iTunes 変わりましたということです。 iTunes で見てみると、なんかパソコンの iTunes っぽくなったってどっかに書かれてましたけど、こんな感じで見ることができて、下のメニューを見るとミュージック、映画、オーディオブックっていう感じで、有料のものがここに固まったっていう感じですね。これまではポッドキャストとか iTuneU とかですね、無料のものと有料のものが、何のポリシーもなく並んでいたんですけど、 iTunes はとりあえずもう基本有料のものに固めたかなっていう気がしています。それが iTunes で、じゃあポッドキャストどこに行ったのっていうと、別アプリになっちゃいましたねと。ポッドキャスト、はい。ポッドキャスト今立ち上げました。そうするとですね、今、ポッドキャストとして無料のビデオとかダウンロードしているものを、がこうライブラリーとして画面に出てきます。これを、左下のこのカタログっていうところをタップします。そうするとビヨンビヨーンってまた変わりまして、さっきの iTunes みたいなメニュー画面に行くんですね。これ画面的には iTunes そっくりですよね。これがポッドキャスト。今までのポッドキャストはなんだこのアプリはみたいな感じだったんですけど、無料のビデオ、オーディオが、ここから撮ることができて、ちょっと良くなったのはですね、ちょっとここでビデオで、まあ、このスティーブ・ジョブズさんにしましょうか。大丈夫かな。ちょっとこれデータが多そうですね。あ、しかも今、スティーブ・ジョブズを押した途端に、ちょっと固まったっぽいですね。もう一回上げ直しましょう。よいしょ。ポッドキャスト。はい。カタログ。で、ビデオが出て、ランキング上位の人気のビデオがあって、ビデオの上位で、特選企業話し人っていうのはなんかありますけど、ここにいろんな、日本の話、落語なんですかね、があって、この矢印をピコって押すと、もう、あ、リソースは利用できません。なんかね、変なエラーが出たりすることが多いです。まだ安定しないんですかね、新しいものなんで。で、ここでダウンロードができるんですけど、できたら、ライブラリっていうのを押すと、エラー出る割にライブラリがこうダウンロードされてるんですね。で、これ99メガのうち今21メガあたりでダウンロード中なんですが、ダウンロード中でも、再生ができますね、どうも。なので、そのあたりは良くなったなと思います。はい。ちょっとまたムービーが全画面になると、Ustream の放送がしにくいので、途中で止めましたが、ポッドキャスト、無料のものはポッドキャスト、有料は iTunes と覚えてもらって、ポッドキャストはね、無料なんで、ぜひちょっと試してみてください。ライブラリーと、メニューを切り替えながら見るっていうところが変わっていますが、はい。それで、お願いします。ダイアンさん、ありがとうございます。はい。スーローさん、字幕音楽 PV に
もですか、対応しているビデオと対応しないビデオとありますね。そうですね、カラオケの練習にレパートリー広がりますが、そうですよね。だから提供側が対応した出し方をすれば、カラオケにもね使えますよね。充電しながら自宅の安定した Wi-Fi がおすすめです、はい。これは、アップデートの話ですね、はい。では、次に行きます。あと2項目なのでちょうど時間ですかね。あ、ダウンロードできませんって言ってますけど、できないって言ってる割にですね終わってたりするので、まだ完成度は低いかもしれませんが、なかなかいいです。あとはそうですね、愛文庫ちょっと立ち上げますね。この青いやつ、この青いやつですね、これを立ち上げますと、本が見えるわけですけど、このめくりの速度が非常に高速になったので、もう流し読みがとっても早くできて、これやっぱり処理速度が速くなっているのでいいなっていう感じしますね。縦横もいけます、はい。iOS 6はもう処理速度が速くなったっていうのが印象的かなと思います、はい。そんな本はこんな感じです。iPhone 5はね、ちょっと本、文庫本はいいけど、一般書籍とかはやっぱり小さいかなっていう気がしましたね。はい。じゃあ最後、あ、ちょうど時間になりますね。最後、標準でなんかこの左上の、よいしょ、ところにひょこっと、時計っていう不思議な、アプリが登場しました。よいしょ。これをタップすると世界時計になっています。で、各都市の時間と、なぜか天気もわかる。天気と温度。で、今日なのか明日なのかっていうことが一目でわかりますねっていうことで、シンプルなんですが、割とわかりやすいと。で、この時計アプリなので、アラームを仕込んだりとか、ストップウォッチ、タイマーもね、これめっちゃでかいですけどね、これ3分タイマーにしてみましたが。でもシンプルなのはいいことですからね。うん。こんな標準アプリが出てきて、まあ、時計もパリを大きくしたらこうなって、スワイプでこう見えたり、写真のフォルダのようにこう大きくしたり、こう小さくしたりして、都市はもちろん変更することができます。うん。これも大画面ならではっていうのと、シンプルなところが Apple さん、さすがだなっていう感じは、ちょっとしましたね。はい。そんなです。まあ、その他にもね、iOS 6で600の機能アップ、600じゃない、すいません。200の機能アップがあったっていうことで、iOS 4から5の時も200、5から6も200の機能アップデートがあったので、細かなところが多いですけど、いろいろバージョンアップがありました。そこの細かな機能アップだったり、速度アップっていうところをですね、楽しむのがいいかなと思います。ちょうどですね、時間になってきましたので、皆さんのコメントを最後確認して、長時間ね、1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。お別れしたいと思います。これは、このマークは奥の大二さんですね。こんばんは。代々木駅で見てます。はい、世界時計。ありがとうございます。連続コメント。そうそう、時計増えた。小杉さん、こんばんは。現在もですね、53人の方、アクセスいただいておりまして、今日はトータルで146人、約150人の方にアクセスいただきました。これ一瞬見ただけだとカウントされないらしくて、1分間は最低限見てないとっていうのがあるみたいですけどね。はい。遅くまでアクセスいただいてありがとうございます。後でコメント全部見れなかったかもしれないので、Twitter のハッシュタグ、シャープの iPadJP40 でまた確認したいと思います。丹下さん、砂時計共通砂、秒針時計、世界共通って初めてしましたね。面白いですよね。ありがとうございました。高橋さん、はい、ありがとうございました。欠席しないで済んだ、はい、ありがとうございます。森川さん、勉強になりました、ありがとうございます。来週ですけど、来週は土曜日にちょっとブックシェルフカフェの1周年というのがありますので、そこで1周年パーティーが7時まであるので、多分9時半間に合わないので、日曜日にやりたいと思ってます。日曜日の9時半に、またお会いできたらと思います。
林さんありがとうございます。だんだん増えてきましたね。はい、ありがとうございます。今日は iPhone5 と、iOS6 について、特集でお話させていただきました。また、iOS6 はね、今日ババッと2、30ぐらいの機能を紹介したかなと思いますけど、200個ありますのでね、またまとまったりしてきたらやってもいいかなと思いますし、はい、そんなふうに考えています。皆さんのコメント、今日も丁寧な解説ありがとうございました。須藤さんありがとうございます。3日前にようやく初代 iPad から解放されました。イエイ。高橋さんやりましたね。この進化の度合いが初代からだとすごいですよね。感動されてるんじゃないかなと思います。その感動が目に浮かぶようです。ダンエンさん、今日もためになりました。ありがとうございました。昼間もね、音楽部会でお疲れ様です。来週はハングアウトで、ハングアウトね、ちょっと研究します。もう少し時間ください。あったさん、個人的に iMovie の静止画が使えるのもものすごく使えそうな気がします。そうですよね。どんどん使いましょう。たかしはったさん、はい。ありがとうございました。なおこさん、ありがとうございます。はい。それでは、エンディングを流しまして、お別れしたいと思います。どうも遅くまでありがとうございました。おやすみなさい。良い週末を引き続きお送りください。それでは、さようなら。皆さん、良い日曜日をお過ごしください。はい、ありがとうございました。はい、小杉さんありがとうございます。今日の分は録画で確認します。はい、奥野さんよろしくお願いします。またね、林さんともハンガウト、Google Plus のハンガウトセッション、いずれは成功できるように頑張っていきたいと思いますので。